はい、よいこのみんな、ラステオさんだよ。ラステオさんと一緒に英語のリスニングを学んでみよう。英語はリンキングや音声変化するから聞き取りづらいよね。まずは英語の発音を聞いてもらうから、なんて言ってるか考えてみてね。その後に発音とリスニングポイントを説明するね。まずはこれからだよ。この英語を聞き取れるかな？ I hope it goes viral. I hope it goes viral. I hope it goes viral. どうだい？聞き取れたかい？これは I hope it goes viral って言ってるんだよ。言われてみるとそんな気もするよね。じゃあポイントを説明するね。まずは hope it。 これは連結、 hope といったが連結して短めにサクッと hope it みたいな感じかな。次は goes viral。 これも連結気味に goes viral って感じ。 viral の発音が難しいよね。日本人が苦手とする VRL が入ってるね。この発音はviral こんな感じだよ。おじさんも発音してみるね。 viral 合ってるかな。意味はウイルスのって意味でも、ここでは熟語として go viral でバズるって覚えてね。バズるの意味は流行っている、みんなが話題にしてるって意味合いだよね。ブログをやってる人やネットメディアに詳しい人なら耳にする機会があるかもしれないね。ウイルスのように広がっていくイメージだね。だから今回の意味はバズったらいいなって感じだよ。英語は単語と単語が連結して発音されるから聞き取りづらいよね。これがリンキングや音声変化ってやつだよ。じゃあ分かったところでもう一回聞いてみよう。今度はちゃんと聞き取るようになってるかな。 I hope it goes viral. I hope it goes viral. I hope it goes viral. どうだい、聞き取りに慣れてきたかい。じゃあ次の文章言ってみるよ。この英語聞き取れるかな。 This beer has too much head on itThis beer has too much head on it. This beer has too much head on it. どうだい、聞き取れたかい。これは This beer has too much head on it って言ってるんだよ。単語は簡単なのに発音がぐしゃっとしていて聞き取れづらいし、意味もわからないよね。じゃあ意味を含めて説明するね。まずは This beer has、 これは連結と脱落だね。 beer と has が連結して、しかも has の h の音が脱落してるよ。ネイティブが発音するとハズの H の音がよく脱落するよ。だからこれは This beer has みたいに聞こえるね。次はヘッドオンイット、これは連結、3つの単語が全部連結してるよ。ヘッドとオンが連結してヘッドオン、オンとイットが連結してオンイット、全部がつながるとヘッドオンイットって感じかな。ここではヘッドは頭って意味じゃないからね。ここでのヘッドはビールなどの泡って意味だよ。ヘッドオブビアでビールの泡って言ったりするから覚えておいてね。これを踏まえると too much head は泡がありすぎるなんて意味になるんだね。だから全体の意味はこのビール泡がありすぎるよとか、このビール泡ばっかりだよってニュアンスになるんだね。じゃあ分かったところでもう一回聞いてみよう。聞き取れるようになってるかな。 This beer has too much head on it. This beer has too much head on itThis beer has too much head on it. じゃあ今日の復習だよ。一緒に発音してみよう。自分で発音ができるようになると聞き取りもできるようになるよ。それでは言ってみよう。それぞれ3回ずつだよ。 I hope it goes viral. I hope it goes viral. I hope it goes viral. This beer has too much head on it.This beer has too much head on it. This beer has too much head on it. OK! 今回はここまで。もっと詳しい英語を学びたいなら関連動画を参考にするといいよ。概要欄にもおすすめのリンクを貼っとくから見てみてね。チャンネル登録をすると新しい動画が公開するときに見つけやすくなるから、チャンネル登録してみてね。あとグッドボタンもね。ではまた。See you next time!